元日本代表荻原次治さんやスピードスケートのオリンピックメダリスト黒岩俊之さんらが聖火をつなぎました。パパが走っているところが感動した。いろんな思いがあったと思うから感動するいいオリンピックになったらいいなと。